どうも、アキです。パワープルアプリやっていきます。はい、今回はですね、サクセス応援チャレンジのチャレンジをすべて終わらせてきたので、各高校の PR 選択ガチャ券と SR ガチャ券一気に使っていきたいと思います。はい、まずは PR ガチャ券選んでいきましょう。はい、パワコーはスバルがあとプラス1でプラス5になるので、スバル選ぼうと思います。 OK、 スバル。春英は小平は持ってなくて、烏丸千代ちゃんはまだプラス5になってないので、千代ちゃんを選びたいと思います。と、楽しいですね、これなかなか選んでいくの。取得する、あ、取得する、いきましょう。はい、次、北雪はそうですね、ここはせっちゃんにしておこうかな。せっちゃんいろいろなバージョンを僕は持っているので、まあいろいろ全部プラス5目指していきましょう。次、聖堂は、間違いなく凌介さんですね。凌介さん選んでおきましょう。凌さん、OK、解放したい。次、SG 悟りはプラス5、森川はまあさておき、桜の宮か猪木っていうところなんですけど、まあ猪木をここは狙いたいと思います。猪木いきましょう。 OK、 波動は騎馬妹プラス5、金原もプラス5になったということで、騎馬か水鳥なんですけど、まあ騎馬がもうすぐプラス5なので、あと1回かな、騎馬を選びましょう。はい、太平楽は天城ですね、間違いなく、あとプラス1でプラス5。よし、で次、海道学園高校。海道はそうですね、まあ普通の人であればトシ君選ぶんじゃないかな。僕の場合トシ君と阿久津だけ SR 持っているんですが、僕は黒金変化攻略大好きなんで、阿久津の解放を進めたい。阿久津行こう。はい、次、ブレインマッスル、これはもう間違いない脳みですね、あとプラス1でプラス5になる。黒金、最後黒金は誰だ。あ、黒金多いな。そうか、銭形とかも選択できるのか。黒金は今のところ誰も持っていないっていうのに等しいな。 SR 持っているのがこの2人のみ。そうですね、微妙なラインだな、ここ微妙なラインだな。まあ銭形でも取っておくか。そうですね、銭形は守備キャラ、唯一の守備キャラなんで、いつか輝くかもしれない。はい、では SR ガチャ券も使ってしまいましょう。いきます。あ、先に SR ガチャ券使うっていう選択肢もあったか。なんか後で使う方が動画的に面白いと思ったけど、ここで何引くかによって PR 選ぶっていうのもあったな。まあ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 、さあ誰が出るか。お、縦西、まさかの縦西でしたね。はい、お、縦西プラス5になるのかな。結構いい感じかもしれません。というところで、では早速やっていきましょう。まずパワコーのスバル。さあ、これ黒金変化攻略がまた良くなるよ。スバル、お願い、マジで引きたい。これは今一番やりたいのが黒金変化攻略、お願いマジで来て。うわ、くそー。いやー、スバルはマジでプラス5にしたかったな。骨イベント発生率が 20% アップかな。はい、次、春英高校が選んだのが千代ちゃんですね。はい、千代ちゃんどの辺にいるかな。まだちょっとレベルを上げてないけど、プラスはそれなりに溜まってきた気がするんですよね。千代ちゃん、 Where are you 千代ちゃん、いた。さあ、マッサージしてください。千代ちゃんお願いします。ちゅうちゃん、来い。うわー、強化大成功。くっそー、なんか運悪そうだな。せっちゃんは僕、各バージョン全部プラス5にしたいので、今、チアせっちゃんだけプラス5で、まあ、通常のせっちゃんが今プラス3なので、プラス5にしていこう。初マネージャーだからね、思い入れがある。うわー、なんか今回、ものすごい引き運が悪そう。次が波動かな？はい、行きましょう。あ、全然飛ばしたわ。まあいいでしょう。キワのお兄ちゃん行きましょう。うわ、なにこれ、やばい、超引き運悪いな。こう思うと結構波動って後に出たんですね。 SG とか聖堂の方が先なんだ。じゃあ SG 高校行きましょう。ちょ、待って、太平楽じゃんそれ。 SG 猪木、さあ、猪木もあとプラス1でプラス5になります。お願いします。猪木さん、お願いします。さあ、来い猪木、プラス5来い。うわ、え、マジめっちゃ運悪くないこれ。ちょ、現実が受け止めきれない。天城行きます。お願いします。え、
ちょっと待って、なんか不具合でも起こってるの？ちょっと、おい、嘘でしょ。なんか不具合をちょっと疑うレベルだよ。あー、初解放が涼介さん。まあまあ嬉しいけど。さあ、ノーミー行きましょう。ノーミー、ここですね。一番を言ってもここですね。お願い！ここまでかなりミスってるから来い！ノーミー来い！うわ！マジっすか？え、マジっすか？やばくないっすか、これ。自分涙いいっすか？お前は成功するんかい！お前は成功するんかい！うわぁ、ちょっと自分涙いいっすか？天城、能見、木場、スバル、猪木っていうこの有能な5人、全員失敗。いや、ちょっと自分涙いいっすか、マジで。うわぁ、最悪だ。マジかよ、誰かちょっとガチ勢1人ぐらいプラス5になるなと思っていたんですが、今回は相当引き運が悪かったっすね。まあでも 30% だからこんなもんって思ったけど、1人だから確率的にそうですね。意外と 30% って低いからね。まあ4人に1人ぐらい、まあまあ成功してくれればっていうとこなんですけど、まあ1人しか成功していないので、結構今回は辛い結果に終わりましたね。まあまあ長く続けることでしょう。でも今回冷静にね、まあ僕は引き運悪かったんですけど、冷静に考えて非常にいい選択ガチャ券ですよね。まあ PR とはいえども、こうやって解放したいものをもちろん狙うことができますし、はい、縦西プラス5。縦西は使おう、せっかくプラス5になったから。まあ自分の狙いたいものをね、しっかり、上限解放、狙いたいものを狙うことができますし、まあ SR ガチャ券ももちろんついてくるので、なかなかいいチャレンジだったなと思います。ぜひ皆さんのね、解放の結果等々、コメント欄の方に書いていっていただけると嬉しいです。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ぜひとも皆さん慰めのグッドボタンお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。